次に3点目といたしまして、現代の社会の現状の課題と、理想とする社会像ということでございます。私としましては今日本が抱える課題ですが、それはマクロ的に言いまして、制度設計の方向転換がなされていない、すなわち高度成長期拡大路線、成長型路線で進んできた制度を、現在の人口減少、高齢化、少子化に適する、制度設計に方向転換をしなくてはならないんですけれども、それが現状政治が原因の上で、基本的に既得権益がそこにございますものですから、その政治というものが原因によってその制度設計の方向転換はなされていない、それが、マクロ的に私が考えるその現状の課題であります。でそれに対する方向性としてどういうことをしていけばいいかということでございますが、基本的にはヨーロッパ型ほどではないんですけども、日本国オリジナリティが高い、第三の道とも言うべき社会設計をしていくべきだと私は考えております。でその中でやはりキーワードになってくるのが新しい公共の創出という観点だと思います。でその市民的公共性、新しい公共の創出という観点から、今まではなかなかとですね、ガバメントセクターと企業セクター、そして市民セクターの連動性がなかったんですけども、そこを創出していくことで新しい制度設計に持っていくという、非常にちょっと大きなフレームワークでお話をさせていただきましたけど、そのあたりが私の現状認識と今後の課題、それに対する課題解決ということでご理解いただけるとありがたく存じます。終わりです。